樽市です。海に面したこの町の代表的な海産物といえばウニやニシンが有名ですが、コロナ禍の今、それに次ぐ新たな海産物を推しています。午前4時ごろ、小樽市街地から車で10分ほどの漁港で水揚げされていたのは大量のホタテの稚貝です。そして4時間後、少量ですが普通の大きさの成貝も水揚げされていました。まさしくこれが、あ、ホタテです。はい、小樽のホタテ。小樽のホタテで、ホタテ。明治から昭和初期にかけニシン漁とともに栄えた小樽のホタテ漁。しかし乱獲の結果、小樽からホタテは消えました。その後試行錯誤の末、1980年代に養殖で復活。稚貝を主に道東に出荷するビジネスモデルを築きました。成貝まで育ったホタテの水揚げはごくわずかで、小樽でもマイナーな海産物でしたが、コロナ禍の今、その希少性を売りに押し出しているのです。美味しいですね。水揚げしたてだと弾力がものすごいですね。ホタテ漁は4月に始まり、夏に最盛期を迎え11月まで続きます。そのため長い期間旬を味わえます。9月にホタテ祭りはやる予定で、それも含めた話を今日させてもらえればなと思いますので。ホタテを小樽のブランドに。市役所の職員、商店街の理事長、そして大学の先生が去年から定期的に集まり戦略を練っています。現場行ったやついないわけだ。1時間以内で水揚げして食べれるから小樽で食べに来てくださいって、そういう売りでやっていくっていうのってもう絶対あると思う。小樽は大型連休で少しはにぎわいを取り戻したものの、コロナ禍以前には遠くを呼びません。ホタテは希少性に加え、市街地からすぐそばで取れる新鮮さも売りに、観光客を呼び込みたいと考えています。さあ、お寿司屋さんでホタテ料理食べられるみたいですよ。行ってみます。新鮮なホタテを味わうには何と言ってもお寿司です。プリプリですよ。ものすごく甘いです。観光の客さんはやっぱり生のその食感がびっくりするんだと思うんです。続いてはホタテを育んだ海を望むホテルのフレンチランチコース。メインディッシュはホタテをはじめ、小樽近海で採れたアイナメや甘エビを牛乳で煮込んだ一皿です。たまりませんよ。これはホタテの出汁が、牛乳と混ざり合ってクリーミーかつあっさりとした味です。ウニですとかニシンですとかいろんな食材ありますが、それに加わっていけるような食材として広がっていけばなと思っております。現在小樽市内ではオリジナルホタテ料理を提供する店が20軒ほどあります。希少性と新鮮さを売りにした小樽のホタテ、コロナ禍からの復活の起爆剤として小樽の新たなブランドを目指します。